チベット仏教の生命は、チベット仏教の儀礼に用いられる仏典に節をつけた仏教音楽。超低音で昭和され、倍音のホーミーまで加わる独特のものである。チベット高原で独自の発展を遂げた生命チベット仏教の僧侶標高4000メートルのチベット高原では、その故障の元となった漢民族側の呼び方がとばんで、あった頃、 その地を平定した7世紀の孫千安保の時代から仏教の神髄を継承したユニークな文化圏が形成されてきた。その中で生命もまた独自の発展を遂げることとなった。しかし中国の文化区域に後衛兵らによって長年にわたり文化形成の軸となってきた寺院のほとんどは破壊され、ダライラマをはじめとする多くの僧侶やラマたちはヒマラヤを越えて 南側一帯に亡命した。このため、仏教との関わりの中で展開してきたチベットの音楽も、現在では、本場のチベット高原ではなく、ダライラマの亡命先であるインドをはじめとする、ヒマラヤ南麓の一帯から聞こえてくるようになった。その典型は、牛刀をはじめとする僧員や寺院で唱えられる、声明である。これは、日本の寺院で聞かれるお経を昭和する声明のような、 単純なものではなく、チベットの生命は超低音で昭和され、バイオンのホーミーまで加わる、独特のもので全く異なる。僧侶たちは、その合間に、バター茶をすすり、法棄を演じる。長大なラッパのラグドゥン王をはじめ、笛のギャリンやカンリン、さらには打楽器類が加わり、すさまじいばかりの大音響で奏される。1959年までは、6000以上の僧院がチベットにはあり、 どの家庭も少なくとも一人は男子を総員に送るのが普通で、男子は7歳、女子はもう少し上の年から総員生活を送った。総員は教育機関も兼ねており、厳しい共同生活の中で早朝から深夜まであらゆる種類の宗教的儀礼を行い、基礎チベット語、文法学、文学、度教、祈祷から始め、アビダルマ学、ハンニャ学、論理学、 中文思想、先生学、医学、絵画工芸といった仏教教理を学んだが、生命のような音楽もその一つであった。その教育期間は18年にも及んだ。スートラの問答技術は最も重視され、試験では、試験官の層と討論しなければならないが、合格すれば、モンラムでの問答会に参加する資格が与えられ、そこで勝ち進むと、 チベット仏教学の最高学位である、ゲシェラ・ランパの称号が与えられる。さらにより高度な宗教学を収めたい層は、密教学堂に進み、ゲシェン・ガランパの称号を目指すが、達成できるのはごく一部のエリートのみである。ほとんどの層は、僧院の職人、大工、芸術家、料理人などの仕事に就くのが通例である。ABC、南サッチエクスプローラー。 初めての民族音楽ボリューム4ラーナーノーツエヴァとアキラよりダライラマ法王日本代表部事務所チベット総員の教育2020年5月3日閲覧、ありがとうございます